chocolat. Oui. Et avez-vous le croissant? Merci.とりあえずレンタカー屋さんを探すけど、あれそういえばレンタカー屋さんは、レンタカー屋は火事に遭ってしまったので、場所が、どこ？ホールさん？すごいなぁ。これ。はい、着きました。あ、疲れた。なんかこっち側がダメってなったけど。さっき説明、帰りの説明をもらったんだよね。ちょっと待って、それは後で見なきゃ。ソフティーで、さっぱり。これはだから右。これはどうなんだ。右。いや、右なんだけど。どうしようか、すって違う。喉を忘れないだろう。ごめん、まっすぐ。左だね、これね。ごめん、左だわ。すんません。すんません。左と右間違えたの今。うん、矢印が突然変わってた、ごめん。割れちゃったよ。すんません。はい、重いから気をつけてね。こんな重いの？いっぱい入れてきた。何持ってきたの？水。飲み。ポテトチップスもあるよ。あ、欲しい。ほら。見れない見れない。あ、これ右ってのランジ、そうそう、出る出るのこれ、うん、出るって出口です。あ、出るっつってんじゃんね。マジ知らんがら。あ、でも出てなんか別のなのか。で、86とかに乗るんずらや。あとは 1.7 キロ先。結構すでになんかあれだね、田舎っぽくなってきた。 1.5 キロ先。そんなさ、小刻みに来なくていいよ。なんで小刻みに来なくていいから、分かりづらいところをちゃんと教えてくださいよ。分かりづらい時は、分かりづらい時はもう分からなくなってるから。いや、意味ねえじゃん、それ。意味ねえじゃん。50m 先、40m 先。だからさ、10m ごとにいいからね。ずっと10m。分岐走行。え、左？じゃあ、分岐がここだねっていう話。よ、行儀分かりづらいわ。ここはちょっと混んでますね。うん、赤。まあ、分岐だから仕方がないね。もう混んでるとか、まあ、今はどうでしょう。今混んでたんでしょ。なんだ、すげえ混んで、これから混んでるのかと思ったら全然違う。あ、でもそうでもない。ちょっとやる。だってここ黄色だもの。赤と黄色だもの。なんかいらん情報ばっかりなんだよな。何なんだろう。前はよく見てね。イラッとするのかっていうかね。何？いや、カマンベール村ってちっちゃいの、大きいの、素敵な村でしょ。うん、わかんない。え？わかんないよ。その余裕がなかった。あ、そうなの。でもなんかレストランを調べてみたら、なんか、うん、微妙、正直そんなに素敵なレストランはなかったけど、でもまあここならいいかなと思ったところが、なんかもうなんか今休み中みたいな感じだったから、じゃあこっちならいいかなと思ったやつがあって、でそしたらそっちも最初に見たその閉まってるやつは一流ジュアンとか言って、まあ、これじゃあこっち閉まってるこっちかと思ったやつは
三流ジュアンで隣の店じゃんみたいな出てだから多分すごいもう何だろうこうなんかちっちゃい村でそこしかもうレストランがあるエリアはないとかなんだと思うけどね、うん、分かんないけど。でもカマンベールレストランとか言って調べるともうその何だっけメゾン・ド・カマンベールメゾン・デュ・カマンベールっていうカマンベールチーズの博物館があってそこの近くのレストランっていうのが出てきちゃうぐらいだから多分もうそこしか見どころがないんだと思う。あ、そう。分かんないけど多分そんな感じ、うん、だいぶそれっぽくなってきた。そうね、人がいない感じ。90キロ、そうだって、本当ないな。ここ90キロ、ここ90キロ、すごいね、うん、どころ80って出てるじゃん。あ、すごい、なんかいろいろ、なんかもはや干し草、干し草祭り、うん、ね、てか本当誰もいなくない？もう誰も誰もいないんだけど、ね、うん、あれはトウモロコシじゃない？トウモロコシ畑、うん、あ、カマンベールとトウモロコシじゃん。できるよ、ファミコ。カマとご飯。そうね。危ない。ちょっと、勘弁して。突っ込まないで。ほら、なかなか可愛らしい街。うん、これはどこ？ラ・フェルテ。ラ・フェルテ。フ・レ・ネ・ルでございます。全然わかんない。どこ？ラ・フェルテ。フレネルです。すごいね。うん、そう、まあ、あれうちの実家と大差ないよね。なんてそうそうなんかイギリスの風景とあんま変わんないよね、田舎って。そうね、まあ、日本とはちょっと違うけど日本は山だからね。あと木が違う。木がシューッと細いんだよ、こっち。なんかシューッと細くてのっぽな感じ。なかったりしてね、看板。ありそう。反対側にしかありませんみたいな。本当に何もないみたいな。カモンベールとか。でも私カモンベールって看板見たよ、写真で。あ、そう。だから反対側にはあるかもしれないけど、こっちから来たらないとかあるかもね。普通はどっちにもあるけどね。でもこうめんどくさいとか。あ、違った。これがさっき言ったのゲルなんちゃら。およそ300メートル。なんちゃらかんちゃら。山口方向です。すごい。何今の？フェイント。フェイントだったね。何も出てこない。あ、なんか出てきた。でもあれちょっと違う気がする。いや、そうじゃない？いや、そうだよ、そうだよ。カマンベール。あ、パパパパパ、左、この先じゃない、この先、あった、これだ、これ、ほら、でもカマン、メゾン・デュ・カマンベールって書いてあるでしょ。もうそれしかない、それしか、ニューとかないの。あ、気をつけて。あ、出る店よ。でもあのうちイケメンがなんかやってた。金髪みたいな、みんなイケメンだと思う。金髪じゃなかったよ、青いパンツ履いてんなとは思ったけど。青い人みたいに青いパンツだよ。パンツじゃなくてパンツ。カマンベール、え、あ、でもほらこっちだね。でもメゾンデュカマンベールあっちでしょ。だからあっちなんで、そう、フィルムに行くしかない。バイ。おー、マジか。おほ、すげえな。そしたらやつは止まる気もない。すごい、前しか見てなかったね。俺は前しか見ない。毒の貴様な。あ、ほら、フロマジュリーって出てきたもん。フロマジュリー・ル、なんだっけ、デュランさん。フロマジュリー・デュランさん。ほら、右、あ、出てきた、これ。あ、でも人いるよ。本当だ、ここ。これ、ほら、フロマジュリー。これはどっち？手前？ここ。もうこのキャンピングカー。目的地は右側です。止められる？
お疲れ様でした。そんな莫大なスペースある。ちょっと待って、着きました。どこなんだ。すごい、あの人に聞いてみればいいのかな。聞いてみよう。そうそう、だからギドはそもそも元からつかなくて、ギドじゃなくてガイドか、ガイドは、10人以上のなんかこうグループで最初に予約するとつくんだけど、ここはもう勝手に見ていいよってことで、本来はここに牛がいるんだけど、牛もうみんな出かけちゃったって言ってて、そりゃそうだよね、もうお昼だもんね、みんなお昼時間だからお昼ご飯を食べ、じゃいいんじゃん、もう誰もしなかったよということで、私はもう苦しいからマスクを外しますよ、だって誰もいないもん。で、牛、あと棒もいるって言ってたから、孔子も後ろの方にいるらしい、うん、何もなんかすごい、ただ広い。とりあえずここに牛がいるっていうから、どういうことになってるのか見てみよう。あ、ここでね、あ、でもすごいちゃんと広い、ほら、あ、臭い、牛臭い、あ、でもちゃんとしてる。ちゃんとしてるね。そうだから、もう勝手に見ろって言われたから、勝手に見るスタイル、さすがこの適当なフランスのこの勝手な感じ。でもほら見て、あれは子牛たちじゃない、多分。あ、そう、かわいいよ、ちっちゃいのがいる、ほらほらほら見て、ちっちゃいのいるよ、あら、かわいいね、子牛、はい、あ、そう、お、なんか寄ってきた。はい、あげる、これ。どう？いっぱいいらない？見て、ほら、なんか名前がラファールとかリコラとか書いてあって、誕生日も書いてある。はい、また、上がった。はい、どうぞ。あ、すごいすごい。柔らかい干し草が好きなのね。はい、どうぞ。この輪っかがついた人は何なんだろう。すごいこうごちそう祭りになってる。はい、あそこからみんなこれでビューって言って、なんかこうお散歩コースになってるんだ。でもいない、もう完全にお母さんたちはどこかに行きました。どこかにご飯を食べに行ってしまいました。Alors, bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous avez ici? Alors, ça, c'est des fromages qui sont fabriqués dans une autre fromagerie. C'est pas nous qui les fabriquons. Okay. C'est pour proposer tous les fromages du pays d'Auge. Ok, d'accord. On va commencer par le fromage le plus doux. Oui. C'est celui-ci, c'est le petit pavé d'Auge. Oui. Alors, celui-ci, il est très doux et très crémeux parce qu'il est fait avec de la crème fraîche. Ah, crème fraîche, d'accord. Voilà. Ok. Ensuite, vous allez avoir le pont l'évêque. Oui.Il est un petit peu plus goûté, c'est un fromage qui pendant l'affinage est brossé. C'est ce qui va lui donner cet aspect sur la peau. D'accord. Ensuite, vous aurez le Deauville. Oui. Donc le Deauville, il a la texture du pont l'évêque. Oui. Mais il va devenir plus fort que le pont l'évêque. Le goût est plus fort, ok. Et ça, c'est le Livaro, donc lui, c'est le fromage le plus fort. Mais tu sens le fromage du camembert, c'est ça? Non, ça, c'est d'autres fromages. Ah, d'autres fromages. Ah, désolé. Ok.Hop. Ça, c'est nous qui le fabriquons. Ah, ok. Alors, celui-ci, c'est le camembert AOP, c'est celui qui est parfait, qui n'a pas de défaut. Et celui-ci, on appelle le camembert déclassé parce qu'il est soit un petit peu plus petit, soit au niveau de l'aspect esthétique, il est moins joli parce qu'il lui manque un petit bout de croûte ou quelque chose. Voilà. Mais c'est les mêmes fabrications. D'accord, ok. Et ça, ça c'est du fromage de chèvre, oui, aromatisé en fait, ah, okay, avec des tomates séchées, du poivron. Ah, ok. Mais tous sont venus à cette région, à Normandie. Tout à fait. D'accord, ok. On va dire ils sont dans un 15 km autour. Ah, ok. Bon,
On va sur un camembert qui est très affiné. On est en fin de consommation du camembert. C'est pour ça que la peau a travaillé et qu'il devient coulant. Voilà. C'est comme ça que nous, on le mange. Parce que quand il est trop blanc, il est jeune, on n'a pas toutes les saveurs en bouche en fait, du camembert. Ok. Très bien, très c'est très bon. Oh, oui, si. Oh, il y a des grands chocolats, c'était. Oui, si. Normalement, combien de camembert vous fabriquez? On fabrique environ 850-900 camemberts par jour. Par jour? Waouh, ok. Et vous exportez au Japon, tout ça? Non, pas du tout. Mais pas du tout? Dans beaucoup de pays, le lait cru est interdit. Ah, ouais, voilà. Ok. Ah, c'est dommage. Donc, on travaille principalement avec les magasins français. D'accord. Partout en France, partout. Ok. On est venu de Paris, donc on peut tomber. Sur Paris, vous pouvez nous retrouver. Alors, soit dans les magasins Grand Frais, si vous connaissez les supermarchés qui s'appellent Grand Frais. Grand Frais, ok. Qui sont spécialisés justement dans les produits bio et les terroirs. Ah, d'accord, ok. Sinon, sur les feuilles jaunes qui sont là, vous avez déjà des adresses où on est distribué un peu partout en France. On n'a pas encore même recensé toutes les adresses en France. D'accord, ok, parfait. Merci. Je voudrais ce camembert et aussi ça aussi, donc un chacun. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée.農場がですね、思った以上に、コロナの影響でですね、デクスタシオンもできず、ファブリカシオンだか生成しているところも見れなかったので、ちょっとこれからですね、メゾン・デュ・カマンベールという博物館があるみたいなので、そっちも急遽行ってみたいと思います。すいません、グダグダです。